こんにちは、加藤です。今日は、絵の具に入る、次から絵の具に入るというようなことを言ってた気がするんですけれども、今日はまだ絵の具に入らないです。この出来上がった原寸大下図、これにトレーシングペーパーを当てて、形だけを、輪郭線だけをなぞる作業をやっていきたいと思います。で、今日はそこまでをやって、その次にキャンバスの方にトレーシングペーパーの下図を写し取っていきたいと思います。それでは行ってみましょう。もうトレースに移りたいと思います。用意したのは前回書き上げた、まず鉛筆デッサン。画用紙に書いた白黒画ですね。鉛筆デッサン。それにトレーシングペーパーをちょうど F4 サイズの紙に合わせて線を引いてみました。これがちょうどぴったりのサイズになります。で、これをですね、前回もちょっと申し上げましたけれども、ちょっとね、構図をずらそうと思っているので、若干右側にスライドして、前 1.5 センチくらいこちら側を切ろうかななんていうお話してたんですけれども、実際はね、こう当ててみると、1センチ程度見えるかな ?1 センチ程度、ここをですね、右側に。こう1センチくらい画面をずらした状態でトレースしていこうと思います。これで位置決まったのでセロテープで固定します。はい、とりあえずまあ仮止めというか動かない程度にこんな感じですね。で、ここから先はシャープペンシル、まあ、細い線であれば、通常の鉛筆でも H とかでしたらいいと思います。で、今回はこれトレースするだけなので線でなぞっていきます。こんな風に、陰影は特に必要ないです。形と形の境目、輪郭をなぞっていきます。ここはちょっとこう継ぎ足してですねいきますけれども、こんな風に外側の形を見ていきます。で、この際に一応ね、今目の前にモチーフ用意してあるんですけれども、一応モチーフをちゃんと見ながら形を取っていくとよりいいと思います。これだけを見て書き写そうとしてもどうしても情報が足りないというか、わからないところ出てくると思うんですね。なので、こういった紐の結び目はどちらが上か下かみたいなところとか、わかりにくいところがあったらそれはモチーフを見て判断していきます。はい、ちょっと単純化してですね、形を省略しながら特徴的なところだけを選んで形をなぞっていきます。こんな風に、陰影は特にないですけれども、形を決めていく、こんな感じで。原寸大下図描くときにはね、両端を線で区切らないみたいな話をしてましたけれども、ここでは逆に線で区切っていく作業になります。分かりにくいところはね、省略して単純化して見ていきますね。はい、こんな感じでしょうか。特に自分に一番近いところ、飛び出て見えてきているところなんかは丁寧に形を追っかけています。向こう側のシルエットはね、これまとめてこんな感じでですね、黒い形みたいなのでなぞっておきましょう。結構単純化してまとめて見ておきます。どうでしょう、見えてるかな。結構ね、細めの、シャーペンというか、まあ細めの鉛筆かシャープペンシルを使って、単純化して見ていきますけれども、
この時、失敗したら消しゴムで消しながら形を整えていってください。あくまでも輪郭線をなぞるだけなので、正確にトレースしておけばそれ以上のことはやる必要はないです。結構ね複雑ですね。ここもシルエットがちょっと見えにくいところがありますけども、分からないところはね分からないままにしといてもいいかなと思います。実際に描くときはですねモチーフを見ながら描き進めていくので、困ったらモチーフに立ち戻って捉えていきます。感じでですね、で前回どうしようかって迷ってたこのちょろんと飛び出ているやつですが一応書いておきます。床に映る影も大まかにですが書いておきましょう。こんな感じで大まかに書いておきます。あとここもある程度省略して書いておきます。とりあえずこんな感じかな。だいたい感じがつかめていればいいと思います。はい、ちょっと下にね画用紙を引いてみますね。こんな感じです。はい、ちょっと薄くて見えるかな。はい、今トレースしたのがこの四角の中なんですけれども、こんな感じで主要な線のみをトレースしてあります。はい、トレーシングペーパーのトレースはここまでになります。はい、いかがだったでしょうか。作業的にはそんなに難しくない、単純にトレーシングペーパーを当ててなぞるだけの単純作業なんですけれども、結構分かりにくいところはモチーフを見ながら、現物を見ながらタコ糸の結び目のところとかですね、そういったところは形を観察しながら情報をね補足して仕上げていく感じになります。なかなか絵の具にたどり着けない技法講座ですけれども、それではまた次の動画でお会いしましょう。さよなら。